はい、こんにちは。10月の24日、木曜日の日替わり竹部でございます。本日はですね、東証の寄り付きに合わせて、日本テレビさんのマーケットナビという番組に出演させていただきました。こちらの方は日経平均株価とドル円の同調性が非常に強いですよということで、ご存知のようにドル円相場の上値重さが日経平均株価を圧迫してるんではないかというような切り口で、ご案内させていただきました。まあ、内容に関しては、リキアの FX 道場、もしくは当社のサイトから、この日本テレビさんのこの番組がちょっとご覧になれるような形になっておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。さて、ご存知のようにドル円相場は97円台の半ばの動き、まあ、やはり200日線を意識しているのかなというところだとは思いますが、まあ、非常に膠着している。まあ、それに合わせて日経平均株価も同じような動きをしているというところはご存知かと思いますが、さて今回ですね、ちょっと、ま、いつもとちょっと違う色合いでご案内させていただこうかと思うんですが、実は、竹部お得意のというか、ちょっと押してるなというふうにして感じていただければと思いますが、ユーロ円と、実はポーランドズロチ円のチャートでございます。で、まずこちらがですね、60分足のチャートなんでございますが、どっちがどっちだかわかんないぞって言われるぐらいの、同じような同調性なのかなと思います。上がったところ、この上がったところは、つい先だっての、米国の雇用統計の時の上昇。で、下落においては、まあ、昨日の下落劇というところで、もうほとんど、どっちがどっちなんだよと。まあ、これちょっとチャートも見づらいのかもしれませんので、どっちがどっちなんだよっていうふうに思われるほど同じような動きをしていると。で、これは60分足でございますが、こちら。月足においてもですね、まあリーマンショックぐらいの時から、まあリーマンショックぐらいというかリーマンショックの時からですね、まあ同じようなトレンドの動きをしてますよというところで、やはりユーロ円、いろいろ問題はまだまだあるのかもしれませんが、消去法的にユーロが買われている、対ドルで買われている、それにおいて、円がジャブジャブというところで浮き上がっているのがユーロ円。そうなりますと、当然、ズロッチ円も、まあ非常に、経済に関しては依存性が特にドイツなどには強いというところで、ユーロに関しての上進性を見ていらっしゃる方々には非常に証拠金の観点からも私はリーズナブルなのではないかなというふうにしてご案内させていただいた経緯がございます。さて、そこででございますが、改めて今回はちょっと長期的なスパンでポーランドズローチ円の上値ターゲット、そちらをこのタイトルでご案内させていただこうかと思います。で、ポーランドズロチ円というタイトルです。やはり今の目先でございますけども、この、32円の、まあ、50銭水準というのをもう一回トライできるのかどうか、この水準を超えていって33円台というような節目というのが当然、期待されるところで、まずは32円の53銭水準というところかと思いますが、やはりリーマンショック以降の戻り高値、33円の91銭水準まで、この水準までやはりユーロ円を強気というような形で見ているのならば、先ほど申し上げましたポーランドズローチ円、証拠金の観点では非常に投資効率もいいということ、そして金利格差というところでかなり長期スパンで、スワップの投資妙味を狙いたいんだという方々には非常におすすめなのではないかなというような形で考えていました。まあ、絶対というものはないんですが、長期スパンで投資効率がいいというような観点、もちろん値が飛びやすいリスクもあろうかとは思いますがですね、改めてポーランドズローチ円、ご一行をしていただければというふうにして思いまして、改めてご案内させていただいた次第でございます。以上、10月の24日木曜日の日替わり竹部でございました。